トッテナム、新たな日本人獲得来た。トッテナムはベルギー一部リーグで首位に立つロイヤル、ユニオン、3、ジロワースに所属する日本代表 DF 町田浩樹に対する関心を高めているようだ。26歳の町田は今シーズンの公式戦で16試合に出場、うちリーグ戦では11試合に先発して10試合にフル出場している。現在プレミアリーグには三笘に加え、アーセナルの DF 富安武宏、リバプールの M 遠藤航と3選手が在籍しているが、4人目の日本人選手が誕生することになるのだろうか。町田はベルギーでデュエル1位、身長190で左利き、 CB だけじゃなくて左 SB もできる。今欧州スカウトに注目されてるらしい。多分どっか大きなクラブに移籍するだろうな。鹿島出身の最高傑作になるのかな。町田はスペだからプレミアはないだろう。ブンデス、セリエコースだろうな。森保が代表で使い出すとこれだもん。森保が起用すると選手がステップアップしてしまうのをどうにかしろ。190cm の左利き CB というスペックは欧州でめちゃくちゃ需要高い。キャリア的には鹿島ユース最高傑作になりそうだな。冬になればファンで変戻ってくるだろう。所属クラブがブライトンが関係してるから、ブライトンに移籍の噂も出てるよな。これはマジであり得る。プレミア向きだし楽しみだな。このサイズで身体能力高くて足元も悪くない。それにしてもポステコって本当に日本人好きなんだな。町田はマジで逸材。